鮫島タイムズです。石破茂に決選投票で敗れた高市早苗が執行部入りを拒否し党内野党を宣言しました。この早苗の乱を石破は鎮圧できるのか。最大の対抗策が10月解散総選挙です。早期解散でまずは反乱を鎮める、さらには裏金問題を理由に高市一派を狙い撃ちして公認しない、そして大量に落選させて高市勢力を弱体化させる。石破にとって総選挙の最大の敵は立憲民主党ではなく、早苗の乱を後押しする安倍勢力と言えるかもしれません。石破人事を拒否して党内野党の立場を鮮明にしたのは高市早苗と小林鷹之の2人でした。高市早苗は総務会長ポストを誇示しました。幹事長なら受けるつもりだった。石破茂はかつて安倍晋三に決選投票で敗れ幹事長に起用されました。高市早苗、私も第1回投票ではトップだった、決選投票で敗れたのだから幹事長になって叱るべきだ、そう考えていたんでしょう。けれども提示されたのは総務会長、幹事長と比べれば権限があまりないポストです。石破茂、高市早苗を重用する気はなかった。高市早苗さりとて離党して新党を作るほどの力はありません。ここは人事を断り党内野党を宣言して力を蓄える。もう一人人事を拒否したのは小林鷹之でした。広報本部長を提示されこれを辞退しました。本人は重要閣僚を期待していたに違いありません。けれどもこれに対して自民党内は冷ややかです。小林鷹之、鷹が当選4回ではないか、若手に担がれて総裁選挙に出ていい気になったのか、何を勘違いしたんだ、一体何様のつもりだ、こんな声が広がっています。人事は拒否しない、総裁選挙が終われば一致結束する、これが自民党の伝統。それを拒むことができるのはよほどの大物議員に限られる。たかが小林鷹之、何様のつもりだ。そんな自民党の声、長く自民党を取材してきた私にもよくわかります。今回小林鷹之、大きく株を落としました。やはり人事を拒否するというのは大きなリスクなんです。これに対して石破森山執行部はなかなかしたたかでした。今回の人事は脱安倍、脱麻生を進める。そのために岸田と菅義偉と同盟する。これが最大の狙いです。けれども高市と小林鷹之の反乱を見て、脱麻生よりもまずは脱安倍を優先することにしました。高市と小林鷹之の背後には安倍派、安倍チルドレンたちがついている。まずはこの面々を孤立させよう。そこで脱麻生はひとまず置き、副総裁から外した麻生太郎を最高顧問として処遇しました。もちろん最高顧問というのは何の実験もないお飾りポストです。けれども麻生のメンツは保った。そして麻生派の重鎮、麻生の義理の弟でもある鈴木俊一を高市早苗が拒否した総務会長のポストに据えました。これによって高市早苗、小林鷹之を孤立化させたんです。このような人事は石破茂にはなかなかできない。おそらく全体像を描いたのは老獪な森山幹事長でしょう。そして早苗の乱鎮圧の切り札こそ早期解散総選挙です。高市一派は選挙地盤が弱い安倍チルドレンが多い。いざ解散、いざ選挙になればみんな地元選挙区に戻るほかありません。党内闘争どころではない自分が勝ち上がるのに必死になる。早期解散こそ反乱を鎮める最も効果的な戦略なんです。そしてとどめは裏金議員の公認問題です。高市早苗の推薦人20人のうち13人は裏金議員でした。つまり裏金議員の多い安倍派の支援なくして高市早苗は総裁選に出馬することもできなかった。小林鷹之の陣営に集まったのも安倍派の裏金議員がたくさんいます。この裏金議員たちを総選挙で公認するのかどうか、これをちらつかせる。石破新体制にひざまずけば公認してあげよう。けれども反旗を翻せば公認しないぞ。公認されなければ選挙でお金もないぞ。比例復活の可能性もないぞ。こうやって脅すわけです。この結果、裏金議員たちが大量落選しても、高市一派が大きく勢力を落とすだけで、石破新執行部はさして困らない。まさに高市一派を一掃する最大の切り札、これが裏金公認問題です。もちろん裏金議員を全員非公認にすれば党
党内から猛反発が吹き出す。そして自民党の議席そのものも大きく減ってしまいます。逆に裏金議員を全部公認すれば、これは世論が猛反発して選挙には大逆風。一番いいのは裏金議員を2つに分けて、一部は公認し一部は公認しない。これによって世論は裏金議員でもやられたやつがいる、一定の満足を得るでしょう。そして何より自民党内的には、石破政権にひざまずけば公認してもらえる、反旗を翻せば公認してもらえない、こうやって安倍派を分断することができるんです。まさにこの公認問題は世論の支持と安倍派の分断、この2つを成功させる一石二鳥のテーマと言えます。それでは具体的に安倍派の面々はどうなるのでしょうか。石破新体制に屈服する面々、この代表例はおそらく5人衆の1人、松野元官房長官でしょう。松野氏は岸田官邸のメンバーでした。おそらく総裁選挙では決選投票で石破に投票したことでしょう。このような人は難なく公認してあげる。逆に見せしめにされそうなのが杉田水脈議員です。今回高市陣営の推薦人に名を連ねました。これまでは安倍晋三の後押しで比例中国ブロックで優遇されてきた。でも今回は公認しない、あるいは比例中国ブロック順位を大幅に下げて落選させる、見せしめ役の最適任者と言えるでしょう。最大の焦点は5人衆の大物萩生田光一です。裏金額も多かった5人衆の中でも森喜朗元総理の寵愛を最も受けていた。裏金問題、世論が最も反発する議員の一人と言えます。世論対策としてはこの萩生田光一を公認しない、これは石破内閣の支持率を上げることに大いに役立つでしょう。けれども萩生田光一、菅義偉との連携を強めている。菅を通じてなんとか公認してもらいたい。選挙区東京24区、八王子は大激戦です。公認をもらえなければ比例復活の目も閉ざされます。選挙で落ちればただの人、萩生田光一、今何としてもこの解散総選挙勝ち残ることに懸命。絶対に公認を得たい。おそらくこれから石破新執行部にペコペコ頭を下げていくのではないでしょうか。さあ、石破茂と森山幹事長、この2人、萩生田を公認するのか公認しないのか、ここは土壇場まで大きな焦点となるでしょう。こうしてみるとやはり解散総選挙は石破執行部の求心力を高めるにはかなり効果的です。多少自民党は議席を減らしても、早苗の乱を後押しする安倍勢力を弱体化させる、これを優先するのではないでしょうか。仮に野田立憲民主党が多少議席を伸ばしても、立憲民主党は財政政策で石破茂に非常に近い、いずれは財務省の仲介で石破自民党と野田立憲民主党が手を握り合う、そして消費税増税へ突き進む、そんなシナリオは十分想定されます。10月9日に衆議院は解散され、27日の投開票に向けて一直線、超短期決戦です。鮫島タイムス、引き続きこの総選挙の裏側、マスコミが報じない実態をどこよりも分かりやすく早くお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。